はい、友永美代です。今日は初ベースメイクを紹介したいと思います。以前インスタライブでベースメイクを初めて紹介した際に YouTube にも出してほしいというコメントをたくさんいただいたので、今回は勇気を出してベースメイクを公開してみようと思います。私本当クマがひどいので、クマを隠すベースメイクをね、今まで7年間学んできたので、少しでも参考になると嬉しいです。それではみおチャンネル、どうぞ。初すっぴん、本当にクマがひどいのと、今ちょっと肌荒れしてたりとかで、今のすっぴんはこんな感じです。それでは早速ベースメイクの紹介をしていきたいと思います。ポール&ジョーラットウェクラファンデーションプライマー N01 番です。これは塗りすぎると本当に顔が真っ白になっちゃうので、半プッシュぐらい、すごい保湿力があるのと、くすみを飛ばしてくれます。ラベンダーパールが配合されているので、本当に綺麗な陶器みたいなお肌にしてくれて、ワントーン、肌のトーンを上げてくれる下地です。ハイライト感覚で使っていくので、まず鼻筋と頬の高い位置、おでこ、顎で伸ばしていきます。はい、こんな感じで肌のトーンがワントーン明るくなりました。私の肌は結構くすみがひどいので、こういったパープルやピンクっぽい下地を使うようにしています。クリオキルカバーファンエアクッション XP03 リネンです。このクッションファンデも本当にお気に入りで、インスタライブやこの間の3月のお気に入り YouTube で紹介してるんですけど、カバー力がね本当にすごいんです。手の甲にアイラインを描いてみました。これをクッションファンデで消していきます。じゃん、跡形もなく消えました。肌をね綺麗に見せてくれるクッションファンデです。付属のパフでほっぺ、鼻、おでこ、顎、お点付けします。やばアンパンマンみたい。トントントンとスタンプを押すように伸ばしていきます。はい、こんな感じで伸ばしたら、ロージーローザーのパフで余分なファンデーションを取っていきます。これも同じようにトントントンと叩きます。でこの一手目をすることで本当に余分なファンデーションが取れるのと、ファンデーションがより肌に密着してくれるのでよれにくくなります。こんな感じです。エトボスミネラルコンシーラーパレット、こんな感じで3色展開になっています。実際使ってるから効かないんですけど、まずは真ん中のオレンジのカラーを塗っていきます。クマを隠す時のポイントは全体に塗るんじゃなくて、この線のところ気になる部分にだけ塗って、こうやってスタンプみたいにぼかしていくのがポイントです。そして次に一番下のベージュのカラーを塗っていきます。涙袋のここまで塗っちゃうと顔がのっぺりして見えちゃうので、本当に気になるクマの部分にだけ重ねてつけていきます。うん、こんな感じです。ちょっと隠れたかな。で一生懸命コンシーラーだけでクマを隠そうとするんじゃなくて、この後のチークだったりハイライトとかだったりでクマをごまかしていくというメイクをしています。キャンメイククリームチーク14番です。指にとって黒目の下、小鼻の横を中心にトンってぼかしていきます。クリームチークを入れることで、後で粉チークを塗った時に内側からのじわっと感が全然違うのでおすすめです。イニスフリーノーセパムミネラルパウダー、これをパフで塗るんじゃなくて、できるだけベースメイクは厚塗りじゃなくて薄く軽くするのが好きなので、こういった筆を使って顔全体にふわっとのせていきます。このパウダーは本当にもう赤ちゃんみたいなサラサラなねお肌に仕上げてくれるので大好きです。あとは皮脂を吸着してくれるパウダーなので、時間が経ってもよれにくくなってます。クマをごまかすポイントは涙袋の影を描くことです。黒目の下に描いて爪でぼかす、
ープな感じです。 RMK グロースティックファンデーション、これを鼻筋と C ゾーン、上唇、顎、あとはこのクマの線が気になるところにちょんちょんと、ハイライトを入れるだけで光が当たった時にこのクマのところにも塗るとツヤっと見えてクマが見えにくくなります。ということでベースメイクの完成です。初めてベースメイクを紹介してみましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。たくさん7年間クマを隠す、ごまかすメイク方法を勉強してたどり着いたのがこんな感じです。きっとクマで悩んでる子たちもたくさんいるだろうし、コンプレックスがねある子もたくさんいるだろうし、私も本当にその中の一人なので、こう言って少しでも発信をしてみんなの参考になったりすると嬉しいなと思います。参考になった方、楽しんでいただけた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ぜひまた見に来てください。バイバーイ、ありがとうございました。